はい、幼なじみの先輩の焼肉屋に行きます。食欲はないんですけどね、やっぱり近くに来てるときは。あら、酒屋か。酒屋が来たか。酒屋こんにちは。こんにちは。あれ兄弟。お久しぶりです。腹違い。顔見てるよ。お食いにされます。はい。お前勉強のセンターの下書のなんかわけわからんこと言うらしい。夢があるんで。夢ないわ。もう医者でいいや十分で。いや。医者でいいや別に全然。いろいろしてみたいです。するなもん。これね、それでも僕が医者になってから10年間は給料下がり続けるって言われて。何下がり続けるって言うの。下がり続けるって、まあ今よりは今のその年齢にの医者に。お前またあのあれだろ、義手がどうのこうのとわけのわけすなって、お前変なことするなって。いや今の義手遅いじゃないですか、やっぱり動きが。それ医者の仕事か。義手、いや、まあ知識があればいろんな方面で。まあ早く開業してさ、開業して俺を事務長でやっててくれ。ボディーガードの。ボディーガードの。ボディーガード狙われる覚えないですよ。読み書は嫌だって言ってたよ。兄ちゃん決まってよかったやんか。あ、そうですね、本当にどうなるかと思ってました。どうなるかお前よ。いや僕も僕ですけど、先輩なんかお前よ。そうです、人の心配する前に自分の心配だ。でも今真面目に学校行ってるんで。え、もう10年またすんのか。いや、もう絶対しないです。あ、待って、今何年。今3年なんですよ。あれ、ちょっと待ってよ、スカーツだ、今度4年か。えら、遅ないか。年何歳に。今21です。今年22です。普通の人は4年か。そうですね、だから普通の人は今で4回生だったんです。で、1年留年したから3年ですから。まあ、その留年じゃなくて、その入学するときは順調に行ったの。まあ、入学は、はい。ん？いや、浪人ってことですよね。あ、それはないです。それはまあ大学入ってお前は勉強さんだった。はい。お前はいかお前はいかお前、俺電話そうかな、お前の親に。今でも自慢教でバイトしてるって。バレとるんですか。バレとるんですけど、なんか兄貴が彼女さん連れて実家行ったらしいんですよ。だってさ、アイスクリーム屋で納得するんだろ。面白くないだろ、地元のアイスクリーム屋でも。いや、まあ、あっちでもだいぶお世話になってるんですけど、やっぱここは辞めたくなかったんで、まあ親に嘘ついてるのかな。嘘つく、それやったら正直に言っていいのよ、正直に。何言ってもダメなんで。あれ何回留年までは入れるの。4回生まででその1回リセットかかるんですよ。なんか言ってたぞ、あのこの間の子、あの 4年までちゃんと行けばあと5、6は実習だから大丈夫だった。4年まで留年は基本ないんですけど、5、6は、うん、けどお前の場合あるんか。まあ、最大医学部元が6年で10